確かにな。セットさ、カービィの64のさ、なんかこんな、この勢いで、この量で、この威力のミサイルを発射できる、やばい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 。わー、どこ乗ってるの？土神様に乗るなんて罰当たりな。僕たちのお祈りの邪魔をしないでよ。ごめんごめんごめん。お前らそれにお祈りしてたん？置く気にならんの？あ、ごめんごめん。あ、ここはセーフなんね。ここはセーフ。ごめんごめん。あ、叩くんは大丈夫。ごめんごめんごめん。叩くんは大丈夫みたいですね。あいつなんかギリギリのとこ歩いてたぞ、さっき。あ、カロンおる。こいつ、たこ焼きくれたやつ。カタカタカタ。ありがたや。たこ焼きくれたカロン。さあ、では、見晴らし山の方へ、ビューンと行きましょうか。え？ビューンって行こうと思ったけど、なんかおる。マリオさんのおかげで、スタッフも全員戻りました。さあ、バリバリ稼ぐぞ。あ、商店街やってんの？いらっしゃいませ。え、誰かおる？あ、向こうから来てくれんのか。ありがたいわのお宝フィギュアお土産に最適、欲しい欲しい欲しい。なんか一番右のやつだけなんか変じゃね？一番右、これ何？すいません、これ、売り物じゃないんです。カクカクしたキノコなんて誰も欲しくないでしょ？確かにな。セットで買った方が良さげやね。キラーハンマー、キラーブーツ、まだ壊れてないから行くか。こいつ絶対キノピオなんやよな。ですよね。私はキノコじゃありません。キノピオです。キノコにおられたキノピオだったのね。バトルお助け機能、タイマー自動延長マシーンが完成しました。やって。キノピオタウンのバトル研究所までお越しください。これメールなんかな？メールできてんのかな？これ。あ、それアクセサリー買おうか。はー、なるほど。バッチみたいなもんか。ハートプラス、ガードプラス、タイムプラス。あ、タイムプラス欲しいな。まあまあ、お金こんだけあるから、アクセサリーがこれぐらいの値段するのはちょうどいいね。まあ、キノコとか回復アイテムが安めに設定されてるのは、まあ、初心者というか、アクションが苦手な人用でも全然いいよな。よし、こんなもんか。体力とかガードは別にな、一旦で消滅させたらいらないんで。何個つけれんの？何個つけれんのやろな。はぁ、なるほどね。チャイムの上位版みたいな感じで、6種類の、これだけなんか特別そうやな。24個しかないんか。24じゃね、18か。土神寺院へようこそ。おー、拡張リニューアル営業再開中。あ、一応行けるようになってるって感じなんですね。お、地輪言うたよな、早速。え、どっかにおんの？一回しかならんの？あ、あ、鳴ってる鳴ってる。え、何？もしかしてここもうちょっと奥行ったりできないね。え、なんかおんのか？ねえ、マリオさん、ヒットポイントがアップして本当に強くなったか見てみたいです。今のマリオさんなら、クリボーくらいハンマーか踏みつけるだけでバトルせずにやっつけられそう。あ、そういうシステムもありけりなんですね。あ、ぶつかったよ。うん。あのバッチつけたら、タイマー15秒延長されましたね。便利やな。まあ、ちょっとキノピオは所在がわからないんで、ビューンと見晴らし山まで行ってきます。さあ、やってきたぜ。チョコビの山。ここで神の力を使うことによって、どうなるんですかね。あ、スキップできるようになってる。でももう一回見たいよね、やっぱり。みんなも見たいよね。さあ、四角に追って、こっからが激ムズなんよ、急に。ならん、ならん。
近くにおってあの微妙に一歩折りたたんでキュッキュッてやったならん。むず、覚えられんわ。よーし、盛り下げますわよ。そう、気になる。盛り下げる BGM どんなん？いやー、めっちゃ盛り上がってる。めっちゃ盛り上がってるやん。盛り下げんのにめちゃめちゃ盛り上がってるけど、BGM。そこは一緒なんね。甲羅綺麗に盛り下がっちゃいましたわ。さ、この中入っていきましょうか。何があるんでしょうね。やっぱり折り紙兵いっぱいおるんかな。うわ、すごいことになってる。キノコうま、キノコの絵うま、バナナうま、クソリアルやん。わー、なんかひどい。美味しそうなバナナ。ほら、マリオさんの大好きなキッコもありますわ。あ、違う、絵かー。すっごくリアルで間違えちゃいましたわ。やっぱいいよなー、このシンプルバカいいよなー。あ、マリオさん、真ん中に大きなスカスカ穴。これだけ大きいと紙ペラがたくさんいるそうですわね。お、近くになんかおるな。これ完全に修復するまで渡れやんからな。うわ、なくなりそう。うわ、ギリギリやったー。なにこれ。とっても大きな穴だったけど、なんとか下がりましたわ。もう下の枝に？これは、オリー。兄上のおかしら。わー、とってもお上手。アホ。壁の絵と同じ型が描いたんですわね、きっと。確かに、描き方一緒やもんな。え？兄上？これってもしかして、兄上を知ってる誰かが描いたってことかしら。まあそういう、お、キノピオですね、これはきっと。塔になってますね。一日中立ってるだけなんてなんて退屈なんだ。パワーって我慢強いよな。あ、いいね。その心境になれるっていうのはいいね。あ、レストランあんの？カレー食いて。こういう観光地の、なんか、レトルトのような感じのカレーが妙にうまいんやよな。階段登って何かないか。うわ、金出てくる。キャッシャーから金。あ、ごめん、全部抜いてしまいました。これは、あ、これもキノピオ。くるくる巻きの癖がついて巻き髪になっちゃいました。あ、変にゃってなってるわ。あ、これもキノピオですね。これもキノピオですね。目ざとく見つけていこう。よかった、気づいてもらえた。壁に貼られて気づかなかったけど、この絵すごくうまいですね。何で描いたんだろう。クレヨンとかかな。こいつも引っ張っとくか。痛い痛い、無理に引っ張ると破れちゃいます。あ、開くんや普通に。助けていただきありがとうございます、マリオさん。見晴らしタワーへようこそ。当タワー最上階からの絶景をぜひお楽しみいただきたかったのですが、体がカクカクで大きな口にいろんな牙が生えた怪物に襲われました。何そいつ。体がカクカク、大きな口にいろんな牙が生えた怪物。カバか。この落書きも全部あいつの仕業です、マリオさん、お気をつけて。カバかな。カバやよな、きっと。ボス戦あるならもう一回。キノピオ、お前至る所におるな。よし、来た。目が回ってしまいましたけど、ちょっとしたアトラクション気分で楽しかったです。ポジティブー。あ、ペラがない。2階に登れやん。階段がスカスカでレストランに行けない。お腹が空いたらどうしよう。絶賛お腹空いてます。今日の晩ご飯は私はそうめんでございます。さあ、上に行きましょう。青巻き髪、黄巻き髪、赤巻き髪。ペラ欲しいな。雑魚を倒していくか。これで2階に上がれんのかな。ねえ、マリオさん。エレベーターといえば私やってみたいことがあるんです。コホン、エレベーターがあるか？
それでは、上へ参ります。あ、いいっすね。いや、2階とかで泊まろう。レストラン行きたがってるキノピオおってんで2階で泊まってあげようぜ。間もなく、4階展望フロアでございます。わーい、どうです、マリオさん。私一度でいいからエレベーターガールやってみたかったんです。まあ、確かにそれっぽい格好してるしな。紙テープの帰りは、下へ参ります。お、やりますね。うお、鉛筆、色鉛筆。あー、危なかったですわ。これ何かしら、とんがった棒みたいな。どうしよう、これじゃエレベーターガールができないですわ。心配はそこか。マリオさん、早くこの危ない棒を、あ、この、あ、危ない棒を、なんとかしてください。危ない棒をね。あ、ちょっとずつ戻っていく。はいはいはい。これ落ちるんじゃない？これ抜いたら落ちるんじゃない？はい。あ、だ、ですよねー。下へ参りまーす。そこは機能してんのね。そこは機能してんねや。一体。間もなく4階だったのに、一気に1階まで参っちゃった。参った。はっはっはっは。お、ペラが集められる。さあ、ペラをいっぱいよこせ。ナイスー。満タンでしょう。ペラ、ペラ。これで2階へ行ってカレーを食べたい。カレーを食べたい。いけるか。いけたー。ナイス。ギリギリー。さあ、何をご馳走してくれるんだい？階段が直った。これで2階のレストランフロアに行けますね。行かへんのかい？行けますね。お前がおらな、レストラン。どうすんの？料理出てけへんのじゃ。うわ、うまそうな絵。チリーンってなってる。ここか？お、ブロック。あ、なんかあるぞ。これ落ちてきそうなんやけどな。ここになんか。あらら、上に行く階段がスッカスカのスカスカですわ。これは紙ペラがたくさんいるかも。そんなに集められるかしら。お、マリオさん、ちょっといいですか？そこのレストランで飲食店にあってはならない大惨事が起きようとしています。このままでは恐ろしくてキッチンになんていられません。あー、恐ろしい。大惨事が去ったら教えていただけないでしょうか。もちろんお礼はいたします。お前。あ、やっぱりあるよね。ハテナブロック回収率。このペラ剥がすと。あ、キノピオの後ろにキノピオ。え、これ私？全然似てない。私は赤キノピオじゃなくて青キノピオです。あ、失礼しました。マリオさんに怒っても仕方ないですね。助けていただきありがとうございます。これどうぞ。お、キノコナイス。青キノコはないんかな。赤キノピオとか青キノピオっていう一応種族があるんやな。なんなんやろ、飲食店では起こってはならない大惨事ってきっとゴキブリが出たとかそういう感じなんけど。シェフの気まぐれオムライス絶対うまい。見晴らしい、この。さっきのがチリンってなったキノピオでいいんかな。行きましょう。さあ、どんな大惨事が起こった？おっと、大惨事起きてますね。これは、なんか出たよ。キノピオさんはいない。オムライスある。うわぁ、70も回復する。うま。コイン払わずに勝手に食べちゃったけど、いいのかしら。あったかかったんか、そもそも。あれ、上に微妙に取って、あ、これ動きそう。助かりました。狭いところに入れられたせいで首がちょっと痛いです。折り紙編の奴らが清潔なキッチンであんなことを、あー、これ以上は怖くて言えない。何したんや、キッチンで。
ここも上登っていけそうですね。この箱なんだ。なんかおるやん、絶対。え、この箱怪しすぎるんやけど、今のマリオの力じゃ何ともできないっすね。あ、この中とかか？え、チリリになってんねんけど、いや、多分あの箱なんやけど、何もできやんしな、今。あ、コイン。わ、怒ってる。怒ってる。炎上してる。あ、お前、キノピオやったんか。目玉焼きやと思ってた。目玉焼きにおられるなんて、そんなに私目玉焼きに似てますか？ぽかったな。あ、な、回復。これは？出てきそうで出てこない。お皿は割れないと。これ気になるな。なになに？ XX。レストランで何があったの？いろんなとこを片っ端から開けて調べてみます？何やったの？さっきのヒントを出せよ、みたいな。生ゴミと一緒に捨てるなんてひどいです。ここに神が実はあります、みたいなね。読む。キッチンは清潔に。手を洗おう。生ゴミの放置禁止。おー、涼しい。クーリボーの大群！なに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 ？ゴキブリゴキブリ。ゴキ、いて。ゴキブリゴキブリ。ゴキブリっぽいね、クリボーって。うわ、気持ち悪いな、ちょっと。ちょっと気持ち悪いね。え、この中に入ったやつどうやって倒したらいい？出てきた時に倒しますみたいな。一旦ほっとこう。ここどうやって登、あ、そうかそうか。これで開くんでしたね。片付けは突っ込んだらいいってもんじゃないですよ。これもキノピオ。おっと、羽生えたゴキブリ。もしかして私の体重バレちゃいました？どうでもいい。一番、今日一どうでもいい情報。ここは乗れるね。お前、お前、え、どうなったお前。え、ど、あ、よかった、いけた。こっから折り紙兵に投げ入れたんですよね。ひどいですよね。でもよく考えたら、こっから入るっていい腕してますね。あと、鍋のやつだけなんやけど、どうやって倒したらいいんやろ。これ待つんか？ピョってなった時に叩きますとかじゃなくて。あ、入れる。入れるんかい。あれ、これで全部かな？あれ、まだおるな。この反応は。え、どこにおる？え、どっかおるっけ？あ、もしかしてこっちのフロアにも出ちゃった？あ、出ちゃってる。出ちゃってるね。あ、踏んでもいいんや。行って。よし、これでフィニッシュか？あ、あんなとこにおるやん。気づかんだ。全部かな？なんかまだおりそうな音してるよな。あ、おるやん。ま、そんなところにおったんか。あー、動くようになってる。よし、これで全部っぽいけど、あ、まだおるわ。これで、終わ、れいちゃう？あ、音楽元に戻ったから終わったはず。レストランがめちゃめちゃです。とりあえず、大惨事はオッケーでしょう。ゴキブリは全部やっつけたからね。ブーリー5機はやっつけたんで、はい、終わりましたよ。もう恐ろしい気配がしない。もしかして大惨事を解決してくれたんですね。もちのロンです。ありがとうございます。こちら俺の紙っぺらのみじん切りです。ありがてー。今一番ありがてー。俺、金よりめっちゃ嬉しい。さあ、好きなだけ巻いていこう。好きな、足りないんじゃないか？これは。好きなだけ巻いたのに足りないんじゃないかい？あ、戻りました。よかったー。ギリギリ。全部使わないと修復できないタイプのやつでしたね。お。
テラスもあんのか？ここ。反対側に何かあると見た。どうや、あるか？あるか？あるか？長くね、一周回るのめっちゃ時間かかるくない？え、こんなに遠い？これ、閉めれない。何もない。嘘やん。え、なんか隠しブロック的なさ、そういうのも、あ、なんか、ハンマーじゃダメみたい。え？なんかドリルとかあんの？なんかありましたね。うわ、すげえ速そうな馬が書いてある。押す、開かない？押しても開かないみたい。この中に入らないと上まで登れなさそうだけど。上、なんか、俺、何？ミサイル撃ってきたよ。棒ですわ。怖いって。はい。え、なんか急にミニゲームみたいになった。カービィの64のさ、なんかこんなぐるぐる回るボスおったよな。ぐるぐる回るボス。あいつね、ピクロスみたいな名前つけて呼んでたわ、俺。ピクロスやったかな。怖いてぇ。え、確かそんな名前のボスやったよ。ピクロスみたいな。またあのボ、どこから飛んでくるの？危なすぎますわ。狙われてる、狙われてる。吹っ飛んだやん、今絶対。とりあえずこれ避け続けたらいいんかな。いやー、ピクロスがね、強かったんですよ、あのカービィの。赤と緑と青と3色折って1匹ずつ倒していくみたいなボスやってんけど、わかる人おるかな。64のカービィコピー能力を2つ取れるっていうね、だいぶ画期的やったよ。これとこれ混ぜ合わせるといいみたいな、そのコピー能力同士の組み合わせとかね、それが非常に楽しかったですね。赤編、あ、もしかしてなんですけど、ここに鉛筆ぶつけたらいいんじゃないでしょうか。ハンマーじゃダメって言われてた。あー、ずれた。ちゃんとしっかり狙われよ。はい。なるほど。頭使うね、今回のマリオ。ハート、ハート。急に中入ったら狙われやん。ガチャリンコ、おっそ。俺の気持ち代弁してくれるやん。ここも敵ちゃん。うわ、屋根壊れる。屋根壊れる。え、じゃあここも敵やん。いや、ギリギリ。はい、屋根壊れる。おい、来すぎ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 やって、来すぎやって、来すぎちゃいいみたいなもんじゃないから。こ、痛い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 。この勢いで、この量で、この威力のミサイルを発射できる。やばい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 。登れやんの、登れやんの。降りてるやんけよ。登れたやろ、今の。今のでも絶対登れたって。危ない危ない。色鉛筆を飛ばすな。どうすんの、小学生が真似したら。戦争やと。お、穴開いてる。あ、これか、色鉛筆刺さったところ。あ、マリオ書いてある。マリオ書いてある。